藤本ちゃん、ところでね、TBA って何赤もんか。この人は何もわけわからんと言ってるだけやんか。これは彼女。あー、冷た。なんで俺から勘取んねん。ごめんな。ええよ。めちゃめちゃ寒そう、あの格好。なんか取ってんのかな。いや、何も取ってへんぞ、あれ。ナイスクライミングや。これが不動滝。さっきあそこまで行きたい、これ。不動滝やったっけ。あ、不動滝。もう一段上よな、あそこが。確信だ。A1 でも何でも使って。OK。
お、行きよった。うわっほぉえぇ、おぉ、ビレー会場いやダメ、もう滝の風が、いや、削ってて寒いのに、もうありえんでしょ、これなかなかエキサイティングやったね。あれはやばい。これでもこのルートの各種終わりや。あ、ほんま。もうあとは虫。虫。もうこれぐらいの段ばっかり。いやー、こっちに気がある、のに気に使うんだろうな。ちょっと言い訳やけどな。もう力入らないの。伸ばしきったの。そうやろな。もう。もう元だけやで、腕力だけで。あれは怖い。サービスは落ちたの。分かったやろ。え、分かった。ピーンって伸びたから、あ、落ちたなと思って。もうやばい。いや、久々に滝登ったわ。あ、怖かったよ。もちろん怖かったけど。埋まってた。埋まってた。あれもな。俺がエイドしたわ。その上かな。そうや、あの埋まってんのさ、何で止まってんのか分かれへんから、あれに体重かけるの怖いし、あの自分で打ったハーケンにでエイドした。俺はそうやった、こっから長い、長いやん。だってまだ全然進めないやん。全然進めない。そうしたらすぐ止まるんだよ。やれないのか。いや、もうそら言うたら無視だよ。もうええな、もうええな、ほら入ろう。もうこのこれ飲むじゃん。もうあと5台で強いと。あ、ほんま。60ないんじゃん。だってこれ50メーターロープやん。40ぐらいじゃん。すげえ。これは恐ろしいぞ。これは恐ろしいぞ。恐ろしかったんです。よういったわ。え？よういったわ。いや、俺な、カムもバンバン決めてたよ。だから俺はそんなに恐怖なかった。めちゃくちゃおもろかった。うん、俺はおもろい。はい、オッケー。はい、ビレー会場。大滝東藩って言える。いいな。言える。40キロ。好きであるからな。いや、まあ実際怖かったよ。めちゃめちゃ。どうなった？俺っきは。いや、これエイドであれ。あ？エイド。あ、エイドか。エイドで。あ、そうなの。あんなんエイドじゃないとリード無理やろ。怖い。え、ミシエイドしてない？してないよ。お、すげえな。すごいな。いや、もう俺めっちゃエイドした。あそこ、あの泥の言うたらもう何もないとこ。俺もさ、あそこな、もう
そんなの競技ちゃうし。競技ちゃうから。競技ちゃうからな。落ちたいな。落ちた。いや、分かった。ゲームになったからさ。あ、落ちる落ちると思って。ということで、マッキーです。マッキーです。あ、聞いた聞いた。うん。全然、いろんなし。ひろちゃん、いろんなし。寒いやろ。寒い。お風呂行こう。ダメダメ。お風呂行こう。もう帰りたい。やりきったよな。やりきった。俺がやりきったって言ったら帰るんだな。そうや、そうやで、そうやで。だからこっち来てよかったな、向こう行かんと。そうだな、プロテクション取りまくってたよ。一箇所だけで 3個4個ぐらい取ってあった。たまにはこういうの。たまにはな、俺も全部巻くからさ、滝は基本。今日はだからもう不動滝登りに来ましたっていう感想やな。そのステッカーめっちゃ渋いな、やっぱジジイ。俺勝手にあの高天プロジェクトのロゴ作って勝手に俺のところで売るから。高天プロジェクトっていう名前のステッカー。俺もちょうだいだ。トレイルジャスティスト。俺もちょうだいだ。買って自分の名前のステッカー買わされるかも。好きだよ。別々。そうだ、何買ってんの。タンタン麺とかな。ひどいことになっちゃう。まあだけど他に荷物入ってないけど、まだ大丈夫だよ。まあまだまだマジやん。ベルトとか入っとったから。まだええやん。ゴミ入れんないで。ゴミ入れて入れて。なんでなんでくらいやん。つまじゃあの。ご飯、ご飯作る。なんだ、ボキナ。いいえ、ボキナ。やめろって。やめて。まあ、だけど俺らもう上は行っとるから。だからもう、藤本ちゃんが行ったぐらい。ああ、全然、全然。行きたいわけないよ。行きたいわけないよ。行きたいわけないよ。緊急されてたんだ。よし、こっちで行くか。うん。うん、このまま行ったら多分登山道で当たる。すぐ。そうだ、それガーミンやな。うん、ガーミン。あと多分30メートルぐらい上がったら、30、40、うん。これか。うん、登山道。レンジュって書いてんな。規制？規制って言うん？そうだ、あの黄色い種が落ちてる。はい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 。うわ、すげえな。屋久島っぽい作りになってる。はあ。はあ、すげえな。レンジュ。ちょっともうチェーンソー持ってきて。行って、行ってまうわ。名物に下がるから。はあ。ただの規制やん。ただの規制やもんな。ただの規制。あれで藤本ちゃん登ったやつ。ん？あ、あれか、あれ登ったんか。なかなかのもんやね。あ、ほんまや。別名くの字滝。いや、あんなのあんなの。あ、くの字滝って下も合わせてこうなってるからか。はい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 。ここはあれか、キャンプ場か、これ。そう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 。はいはいはい。これ予約は市役所だったっけ。役場だったよな、予約。うん、俺らこっからまだ30分かあるからあかんやん。そうだった。そやで、ゴールここちゃうで。12時58分下山。こっちあ、こっちか。一緒やって、あのどうせ着く、また着くわ。ありがとう。いや、気使ってくれてんやろ、俺の車。優しい。優しい。ボスナ？え？ボスナ？ボスナではない。ただ気使われたとて、アルファードはもう棒気なしようっていう。もう。棒水？棒水でええやんけ。
棒水、いや棒水、棒水ではあるけどな、ラングラーやから。ただシートの上からファブリック あのカバーしてるから、結局防水じゃなくなってるからね。そうだよ、ね、ファブリックシートが、うん、もうこっから歩くんだるいわ。あら、そうやって捕まえたら絵だけの話だから、そんな。ふじょうちゃん、ん俺にもこうへん、俺にもこうへんって仲間やな、仲間や、ういういまあでも俺は既婚者ってみんな分かってるから、うん、おでもこっちはもう独身やのにこうへんから、うん、おどっちもこうへんなあ、うん、一緒に登りたいなんてほんまにこうへんわな。いや男から来るで、男からは。いやみたいな。ガムシや、そんな。なんで男と登らなあかんねんな、そんな。八高原オートキャンプ場。ちょっと見てみ。ヤブシで有名なあのジャモンガン米で、うん、でこれをまあ知ってほしい、幻のお米で、まあ、ここだけの狭い地域のブランドやから、うん、八高原オートキャンプ場とあのコラボして、うん、水美味しいところが米うまいからな、うん、牛ちゃんはこれ片山さんの友達、友達と、うん、でここの取り組みの面白いところは、うん、こういうところ来たら、うん、結局家族で来ても、うん、お母さんがもうバタバタするやん、うん、実はこの下に、うん、あの森のステージっていうのがあるんだ、うん、ここのステージを使って、うん、朝ヨガをお母さん限定で朝ヨガしてもらうねん。朝ヨガ、 朝のヨガ、ヨガ、ああヨガね、森林ヨガ。でも子供らの世話を忘れてこうくつろぎたいやん、うんうんうん、キャンプ場来たらどうしてもお母さんまた忙しいから、うん、あ、ここはあれになったの、そう、これあのステージになったの、そうそう、あ、すげえ気持ちいいな、うん、これ、こっち、その人間サイトは時間よっていう、リュウさんです。リュウちゃん、リュウちゃん宣伝するからちょっと 顔見して、うん、大丈夫ですか、うんうん、また顔だけこうなるとかない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、これがあの片山さんの友達のリュウちゃんのこの、うん、まあ、林間サイト、うん、下3段あるんかな、2段やったっけ、はい、そうですね、こっちと向こうと3段ぐらい、うん、3段ぐらい、全部で何針ぐらい、草原が今のところですよ、だいたい30、うん、向こうが、はい、はい、でこっちも30、こっちも30、30、また10月から、うん、まあ、去年から触ってるんですけど、うんうん、向こうの奥にまた13から15サイト、うん、新しいのを作る、この10月からさらにこう工事を加速させて作りますので、はい、あ、ほんでこの線が見えるね、絶景サイト、なるほどね、で、ここで薪も変えると、もちろんです、はい、何月から何月まで、ですね、大体ですよ、うん、あの雪解けで乾いて、うん、いけそうだなって判断したらもうオープンします。大体4月中旬ぐらい、はいはい、20日過ぎ、OK、もう、まあ、完全に OK です。フルで稼働で、雪降るまで、そうです、あの、あんまりね、こうキャンプ場のこう都合でね、うん、あの収益性下がっても閉めますなんて言ったらやらしいんで、僕らはもうやっぱり一人でも、うん、一組でも来たい人がおったらもうマックスまで開けるので、素晴らしい、去年11月20日まで開けましたら、11月20日20日まで開けましたらね、の最終週末終わりだったんですけど、めっちゃ雪降りまして、うん、巻きも買えるし、ゴミは回収してくれる、ゴミ回収してくれるし、まあ、ゴミ袋を買ってっていうシステムやから、はいはいはい、買ってくれたそのゴミ袋一杯分は回収してくれるし、直火 OK やし、本当にあのキャンプレベル あの高い人とか、あのルールマナー守れる人たちが多いので、ここは本当にあの直火もね、あの楽しんでいただける、本当には兄弟で、ゆういちとゆういち、もうややこしいからしばくぞ、まあ、お客さんのマナーによって守られてるキャンプ場ということで、素晴らしい、ちょっとサイト案内行ってもいいですか、うん、オッケーオッケー、ごめんなさい、ありがとう、はい、あそこに炊事場もあるし、スキー場の特権で木がないから、うん、寝転んだら全部そらえねん、あ、はいはい、あ、なるほど、ここで見たら樹林帯あるからかぶってくれん枝が、うん、でもあっち行ったらほんまに何もないから、はいはいはい、星見放題、星はなんか兵庫県一位星が見えるなんちゃら認定されてしてくれて、あ、そうなの、あの、でもそりゃそうよな、ここだけやっとなんちゃら認定っていう、今それ大事なとこやってんけどな、これ宣伝では兵庫県その龍ちゃんが育てた蜂のツバチの、うんうん、を朝パンに乗って食べれる、全滅しんやろ、でも全滅しハニートーストとか、お全滅しんやろ、今は無理なんやろ、今無理なこと言わんとってくれ、去年のあの蜂蜜のことからまだたまに、あ、まだできるとたまに勝負全滅してんな、そう、あ、これええな、これええやん、ワンコ連れてこようかな、俺もこれいいでしょ、おう、ってしんどいねんけど、どこまで行くんこれ、車で上がってええやん、これ車で入れんじゃん、ここ、そう、ここ入れん、ええな、いや、もうええやろ、しんどい、こんな感じで、お
で多い時はもう下の段まで使ってもらうから。ああうーん素晴らしい。あんだけでかいテント張ってまいて。あこれ、おおすげえ。スピザがまあスプリッチ、はい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 、水道もあります。あまあ平日がもうだいぶ忙しいから行こうか。そうやな、うん、あお金だけ行かな。戻ってきました。待て待て、飲み差しは、天井に置けということで。Oh, no, no, no.